皆さんは硬いのがお好きですか？生の方がお好きですか？あ、卵の話ですよ。はい、ということで、ね、今回は何をしたいかと言いますと、皆さんね、ゆで卵好きだと思いますけども、これ、ね、半熟にしたいけどもなかなかできなかったりしますよね。今回はですよ、こちらの道具を使うことで、こちら自由自在に卵の硬さを見ながらゆで卵が作れるというこちらの商品を100均で買ってきました。でそれとですよ、でこちらもね、ゆで卵を作る時なんですけども、卵にね、なんか穴を開けてあげることで剥きやすくなるんですって。これが本当に使えるのかどうか、こちらの2つを同時に試したいと思います。さあ、それでは検証するために卵を3つ用意しました。こちら2つはね、ちょっとね、卵のお尻に穴を開けておきます。穴、これもうこれだけでいいんかな。すごいよ、本当にちょびっと穴が開いただけで OK。さあ、これは何もしません。でこっちは、まあ、変えておこうか。これ半生にしよう。でこれが、半熟にします。半熟ってことでね。よし、じゃあこちらの方にこうね、ゆで卵の硬さが分かる道具を入れておきます。そして卵を3つ入れます。弱火で。さあ、作っていきます。ちょっとね、周りが白くなったんで、これで多分半生は完成だと思います。おそらくちょっと半生は出しておきます。冷水に入れてあげてください。半熟もいい感じですかね。おそらく完成でしょう、半熟。よし、固ゆでも完成でしょう。出来上がりました。それでは早速ちょっと剥いてみましょう。これがノーマルですね、あの硬いやつね。さあ、剥きにくいのかどうか。あー、確かにちょっとね、剥きにくいな。これまだあんまり硬くないんじゃないかな。柔らかいわこれ。これだボロボロになりますね、これね。穴を開けなかった卵はこんな感じですね。剥きにくいわ。新しい卵って結構ね、剥きにくいんでね、これは買ってきたばかりの卵を使いました。それでは、半生ですね。半生を剥いてみたいと思います。半生は、もはや、もう生。あれ？ちょっと予想と違ったぞ、これ。ちょっと生すぎません？これ。これだいぶ生すぎるけど、これ半生？まあ半生なんだ。おぉ。おう、あ、うまそうではある。ゆで卵ではないわな、もはやな。では、こちらの半熟でございます。いい感じかもしれない。あ、いいですね。綺麗にめくれてるわ。ああ。これ、もはや、やはりゆで卵ではないですね、これね。それでは、このような感じになりました。こちら、半生。で、半熟、固ゆでとなっているんですが、どんなもんなんでしょうか。固ゆで。あ、けど、あ、固ゆでが、まあ、ちょうど半熟っぽい感じになりましたね。で、こちらじゃあ、半熟というのはどんな感じか。うまそうなんだけどな。はい、このような感じですね。半生でございますね。では、最終的にこちらの半生にしたやつはどうなってるか。あ、もはや生ですね。はい。結果。はい。ということですね。結果、このような感じになってしまいました。なんかちょっと想像してたのと違うんですけどね。ということで、まあ、ボンシルがね、まだまだ未熟というのもあったかもしれませんが、こちらの、まあ、エッグタイマーを初心者の人がしっかりと思い通りに作れるかどうかと言ったら、ちょっと怪しいかなと思いました。
それでですね、こちら卵に穴を開けて殻を剥きやすくする道具に関してですけども、ちょっと硬さがね違う卵をね作ったので、ちょっとね検証が分かりにくい感じだったと思うので、ちょっとねではこちらの方をご覧ください。こちらね穴を開けてない卵ですけども、こちらから剥いていきましょう。割とね新しい卵を使いました。新しい卵の方が剥きにくいと言われてますのでね、これはどうしたことでしょうか。綺麗に剥けてますね。思ったよりも綺麗に剥けましたね。思ってたのと違う。じゃあね穴を開けた方ね、どのような感じか剥いていきましょう。こちらも一緒ですね。というような結果になりましたね。まあ、どちらの方も剥きやすかったということでね。こちらの方の商品を使って剥きやすくなるかどうかというのは今のところ不明です。皆さんは硬いのがお好きですか？生の方がお好きですか？あ、卵の話ですよ。